一回ちょっとプチ喧嘩したじゃん、それこそ誕生日一、うん、回実さんの3、4年ぐらい前かな、あれね。そうだ、3、4年ぐらい前かな、多分ね。なんかその仕事から次の打ち合わせ行くまで渋谷歩いてたら、伊実さんが急に、あの、小沢さん最近調子乗ってるやんみたいなことを言い出して、え、なんちょっと出始めたぐらいだったんだよね。そうそうそう、で、ね、そういういじりもちょっとしてたじゃん、うん、それまでも。だから、まあ、乗ってないわとか言ってたりで、そうそうそう、乗ってないわとか言ってた、天狗じゃないわとか言ってたんだけど、そのいじりが散々続いて、いつもよりめちゃくちゃ長く続いて、いや、もういい加減しつこいぞって、こっちもイライラしてきて、いや、なんなのそれ、うん、って言ってたら、いや、お前マジだから、お前なんかそのツッコミでなんかボケみたいにしようとしてるけど、お前マジだから、お前調子乗ってんだよみたいな。で、こっちもなんか意味が分かんなくて怒られてるから、え、なんなのみたいな。で、うわーって喧嘩して、それこそ先輩とかの打ち合わせがあったんで、あの、先輩も待っててくれてたんですけど、もうその打ち合わせも全部無視してね、二人でうわーって喧嘩して、結構な、違うことにも話を、そう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 、違う喧嘩の話なんだな。そう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 、うん、違う喧嘩でわーってなって、で、先輩とかももうほんと打ち合わせ終わったんだけど大丈夫みたいな、もう2時間ぐらいかな、喧嘩してわーって言い配して、もう打ち合わせのことはどうでもいいから、もうお前らちょっと入れって仲介してくれて、いや、実はこうこうこうなんです、いや、いじっちゃんがこうやっていじってくる、小沢が調子乗ってる、でもそれはもう先輩も、あの、ほんと二人がこういう忙しくなった時でも、あの、こうやって言い合えるコンビって素晴らしいと思うよみたいな感じで仲介して、でもいじっさんもちょっと泣いてるんですよ、もうシク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 、もう本当に感情出ちゃうから、ね、感情出ちゃうから、僕はね、で、泣いてる泣いてると思う、うん、そこまでね、思ってくれてたんだね、ごめんねっつって、ごめんねってなって、で、まあまあ、ちゃんちゃんって終わるのかなと思ったら、最後の最後で先輩が、先輩がだから、うん、もうここの最後の最後で、うん、もう腹割って喋ってんだから、そう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 、言い残すことなく思ったことがあったら、うん、全部言えよって言ったんだよね。うん、そう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 、で、ごめんねって、伊実さんが涙流しながら、泣きながら、だって今年の誕生日小沢が祝ってくれなかったんだもん。いや、それなのそれなの、怒りの原因2時間波を、だからそれはでも確かにこっち祝ってるから、そうね、うん、確かに。だからそこも別にその時は何言ってんだろうと思ってたけど、やっぱそういう気持ちって大切だなと思って、確かに人だもん、確かにね、すごい大切、それはあの時の涙が今になってすごい染みました、うん、本当にそう。